はい、初めに、2017年のアスタナ、国際博覧会についてですが、7月の22日に開催されるジャパンデーに出席をするために、明日、カザフスタンに向けて、出発をいたします。現地では世耕経済産業大臣、輸出委員会の会長代行の松本関係連会長とともに、2025年の大阪・関西での万博開催の実現に向けた PR 活動などを行う予定です。次に、熱中症に対する注意喚起についてです。大阪府内で5月の1日から7月の16日までに熱中症で救急搬送された方は1147名となっております。今年は平年に比べ気温が高くなると予想されることから、さらに増えることが懸念をされます。熱中症にはまず予防が大切です。水分、塩分をこまめにとる、温室の高温の室内では扇風機やエアコンを活用する、お出かけの際は帽子をかぶる、日陰を利用するといったことを心がけてください。特に高齢の方は気がつかないうちに脱水症状になりやすいので注意が必要です。また乳幼児は症状が急速に悪化することがありますので、目を離さないように気をつけてください。大阪府や環境省のホームページでは現在の暑さ指数をお知らせしてますので、予防の参考にしてください。これから暑さはどんどん厳しくなってまいります。府民の皆さんにはくれぐれも熱中症予防に心がけていただくようにお願いをいたします。最後に、食の都、大阪グランプリについてです。この度大阪の食を盛り上げるために料理コンテスト、食の都大阪グランプリの作品を募集をいたします。募集期間は今週21日から9月の20日までです。甘辛手帳の編集顧問門上武さんや大阪門 PR 大使のハイヒール桃子さんなどに最終審査を行っていただき、最も優れた作品にはグランプリとして賞金100万円が授与されます。また飲食店等への大阪門の普及拡大のために平成25年より大阪門特別賞を授与していますが、大阪門を使用した応募も増えてきています。大阪府内の飲食店、ホテル、スイーツの店などのプロの料理人やパティシエの皆さんはふるってご応募ください。僕からは以上です。それではご質問を受けたいと思います。まずは幹事社の関係者の山本さん、よろしくお願いします。幹事社産経新聞の山本です。よろしくお願いします。ジャパンデーでの PR 活動なんですけれども、意気込みをお聞かせいただけますか。7月22日のジャパンデーにおいては、ステージのイベントや会場内のパレードなど、さまざまなそういう活動を通じて各国からの来場者、など多くの方々に日本、大阪、関西、この魅力を感じていただけたらと思ってます。先日は BI 本部でプレゼンをされて、それは総会という会議の場で各国の代表者が集まる場での PR ということでしたけれども、今回は実際アスタナの博覧会、万博が行われているところでの PR ということで、そういったところでの活動の意義であるとか、その PR の仕方、心がけているところがあればお聞かせいただけますか。これ各国のパビリオンを訪ねさせていただいて、各国のその万博の政府代表の皆さんと、お会いをしですね、直接その日本で万博やる意義とか、それから大阪関西の魅力を、伝えて、ぜひ、2025年の万博をこの大阪で、やるための一票の支援に、結びつけていきたいと思っています。すみません、食の都大阪グランプリの件なんですけども、大阪門特別賞というものも用意されてますが、大阪門の PR ここ最近力を入れられているようですけども、これまでの手応え、またその課題というものありましたらお聞かせいただけますか。これまでやっぱり大阪門を全国にこう知らしめていく
やっぱり知っていただくためにさまざまなこういうイベントを通じて、またまあ、著名な方に応援してもらいながら、こう大阪も PR 務めてきた結果ですね、まあ、少しずつ普及してきたんではないかなと、大阪門っていうのがね、要はやっぱり大阪大都市というのは農産物っていうものがあまり注目を浴びないわけですけど、まあこの大阪の農産物って結構ね、こうまあ味もいいし、こうすごく魅力のあるものがたくさんありますんで、これまでさまざまなイベント等でそういう、大阪にもそういういい農産物があるんだなっていうところは伝わってきたかなというふうに思ってます。ただまあ泉州の水なすっていうのはもう全国で知名度出てきましたけど、それに続くもんがなかなかないと、まあいろいろね、八尾の若ごぼうとか八尾の枝豆とか、まあ、八尾ばっかりになってしまったけど、そういうのがあるんだけどもなかなかまだね、伝わりきれてないと、こういうところでまあ泉州の水なすに続く次のこう名前で、もうすぐにこう認知されるような、そういう第2弾第3弾の大阪門を作っていきたいと思ってます。ありがとうございます。幹事社から以上です。それでは次のご質問お願いいたします。読売新聞の北です、うん、万博の誘致活動について言ってるんですけど、まあ、今回はちょっと実現しなかったんですけども、府議たちもですね、海外での誘致活動っていうのに、まあ、前向きに取り組もうとされていると思うんですが、知事として府議団や府議にですね、期待する、そう海外で、誘致活動をすることに期待するもの、あるいは他、まあ、国内での気温調整が先なんじゃないかというような意見ももちろんあったんですけれども、うん、その辺はどのように受け止められているんでしょうか。いや、これはもう並行して進めていくもんだと思います。国内での機運情勢と、海外での、要は一票獲得ですよね。 BIE 加盟局の支持を取り付けるというところで、で、まあこれはやっぱり寄ってたかってね、こう日本中で盛り上がってると、でその中心がやっぱり関西大阪なわけですから、まあ、大阪府議大阪市議ね、ここはもう率先してね、その BIE 加盟国のところにね、まあ、我々が、まあ、総理、これ国の、事業ですから、一義的にはね、国がやるという日本万博なわけですから、まあ中央政府を代表する安倍総理ね、で僕、それから日本の経済界の代表ね、3社でこう新書なるものをねまた作ってですね、行かれるときはね、府議の方が行かれるときは新書なるものを作るんで、ね、それをぜひ、相手国の代表の方に渡して、それからまあDVD も用意しますから、それでもってね、一人一人が、世界あちこち行って BIE 加盟局行ってプレゼンしてきていただけたらと。まあ、一人で行くのはあれなんでね、やっぱり 4,5 人グループ組んで行ってもらえたらなと、こう思ってます。渡航費用でまあいろいろ渡航費用どれにしようかというので、ですね、うん、まあ、今回は流れてしまったわけですが、うん、基本的にはじゃあ海外での誘致活動に参加してもらうことは歓迎しているという。いや、それはもう寄ってたかって盛り上げてもらいたいと、で海外の一票を作って、こう獲得をねしていただきたいと、こう思ってます。だからまあ明日からは僕がアスタナ行きますけどね、8月に入れば今度今計画してるのはアフリカ開発会議になるものがね、世界で世界のまあそういう先進国の、財務省が集まるそういう会議もアフリカの各国の代表が参加する中でそういう世界の財商会議っていうのが行われるわけでね、でこれはまあ順番から言えばもう吉村市長の順番なんで、次は、僕が明日行って、その次は吉村市長はねアフリカ行きますから、だからその
こう吉村市長と一緒にね、市会議員が何人か行くとかね、だからそういうふうにね、みんなで寄ってたかってこう何ていうかな、誘致活動をね、こう盛り上げていってもらいたいと思ってます、うん。次のご質問お願いいたします。あ、関西テレビです、うん。ちょっと話変わりますが、今月の、末の頃にですね、ユネスコの世界、世界遺産の、推薦にですね、モゾフリチコ本軍がですね、推薦決まるかどうかということが あると思うんですけれども、ちょっと改めて、お伺いしたいんですけども、モゾフリチコ本軍、世界遺産に登録されてですね、大阪府や地元にとってですね、どんなメリットがあるのかというのを一つお願いします。どんなメリットというか、大阪府にまず世界遺産がないんですよ、今ゼロなんで、これがやっぱり、世界、もちろんこれ日本の、まずは世界遺産登録のその名簿のまずは載せてもらうわけでね、最終的にはユネスコに決めてもらわなければならないけど、やっぱり大阪に一つも世界遺産がないというのはもうこれ残念で仕方がないんで、これやっぱり世界遺産だという、そういう位置づけをしてもらえればね、さらに、こう今世界から来ているインバウンドのお客さんね、これが、こう堺の あの方面にもね、お客さんがこう流れて、こう大阪中そうやって回ってもらえるようになればね、これ非常に経済効果も大きいと思ってます。一つ懸念されることとして、仮にといいますか、登録されることになるとですね、お客さん行くかもしれないとおっしゃることは予想されるんですが、古墳群いろいろある中で、仁徳天皇陵に集中するかもしれないというふうに、思うんですが、そのあたりというのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。いや、それはやっぱり説明の仕方というかね、 PR の仕方だと思いますよ。モズ古市古墳群というのは仁徳天皇陵だけではありませんから、例えば今日本最古の竹の内街道も、日本の歴史文化を大好きな海外の人は竹の内街道をね、こういろいろ歩いたり車で、通ったり、現地を見に行っていただいているわけですから、じゃあ竹の内街道ってどこまでなのって言ったら、上六の、ところまでが竹の内街道の最古の国道と言われているところでね、でも、その、竹の内街道を目的としてこう日本の、歴史をこう楽しみたい人は、これは奈良の方にも行ってるし、大阪東部の、富田林のあのところからね、そういう、ドライブしてそこらを通ってる人もいるしね、だから、きちっと PR ができれば一箇所に固まるということにはならないと思ってます。それはその全体を回ってほしいというようなふうに PR をしていくというか、それ各々のその古墳が一個一個を、PR していって、それはね、これは今回、モズ古市古墳群の地元市っていうのは堺、それから羽曳の藤井寺なわけ、各市がね、やっぱり自分のエリアにあるそういう古墳をね、上手に宣伝することを考えるべきだとこう思ってます。わかりました。次NHK 菊山です、先ほど の、アフリカ開発会議、去年は、安倍総理も出席されてたと思うんですけど、今年は財務大臣会合で、政府からどなたがっていうのはなんか今のところ気になってますでしょうか。いや、そこはまだ聞いていません、財務大臣会合があるということで、その財務大臣会合の、あれ2日間ぐらいある中でね、2、3時間こう空く時間帯があるらしい、そこで、アフリカ各国が来られてるんだから、ぜひ、万博の、誘致 PR をやればどうだというのが国からの、国のアイデアですから、
ぜひそれは、我々としてもね、まあ、願ってもないチャンスなんで、吉村市長に頑張ってもらおうと思ってます。特にそのアフリカ諸国に向けてこういうことを訴えてほしい、吉村さんに訴えてもらいたいとか、こう何かあれば。やっぱりね、まあ、アフリカの生活インフラのそういうに対してのこの大阪の技術力とかね、それからやっぱり、アフリカ各国というのはやっぱり非常にまだ平均寿命も短い中で、日本として健康、要は命輝く未来社会というテーマですけど、それには健康になるための技術と商品、サービスがこれは日本にはもう溢れかえっていると、ぜひそういうものをさらにその技術力を高めていくためにね、2025年、日本で万博を開きたいと。そしてその、そこで高めた技術力はね、とにかく全世界に、まあ、特にアフリカでも必要とされるものを生み出すんで、日本にぜひ支持してもらいたいということを、伝えてもらいたいと思います。産経新聞の尾根です。先ほどの万博の話に戻るんですけども、先日フランスの、開催地がサクレーというパリ郊外の都市に決まったんですけれども、この地域についてどのような、まあ、今のところ印象をお持ちか教えていただけますか。いやもうね、僕とするとフランスがどのエリアに決めようがね、とにかく、我々この大阪関西が、その、の良さをね、もうどの地域になろうと僕は負けてるとは思ってないんでね。だから我々はもう相手を気にするよりもこの僕の、立ち位置っていうのは大阪関西その良さをね、いかに正確に丁寧に、各国に伝えられるかだとこう考えてます。まあ、相手のことは気にしないということなんですけれども、サクレという都市は科学技術研究がとても盛んと言われていまして、その大阪万博が目指すその未来社会の技術の、展示場というところとも被るのかなと思うんですけれども、その辺はどう打ち出していかれる予定でしょうか。フランスはテーマは環境に重視を、地の共有ですか、地球を守る地の共有、まあ、ちょっと、テーマがざっくりとこう大きすぎてね、それは大切なことだと思いますよ。地球の環境を守る地の共有というのはね、ただじゃあ具体的に、何なのって言ったら、例えばパリ協定をもう一度焼き直しするようなね、こうそういうこうイメージなのかというと、まあそれはフランスとしてはそれが一番、BI 加盟国に支持されるテーマだと。そう捉えてると思いますけど、僕らはもう実際的に人にスポットを当てた、テーマ設定をしてるんでね、要はもう健康で最後まで自立してきて長生き、健康で長生きして人生をね、こう楽しめる、っていうのが、我々の、そのための技術とサービスを生み出すというのが2025年大阪万博ですから、やっぱりその中身においてね、どちらを選んでいただけますかということをね、しっかり訴えていきたい。我々のより具体的な人にこうスポットを当てたテーマっていうのは、BI 加盟国でも評価いただけると僕はそう思ってますけどね。ありがとうございます。すみません、ちょっとテーマ離れるんですけれども、先日先島庁舎の募集に対して、2件の業者の応募があったということで、こういうほどのことがなければ業者が入ることになるんじゃないかなと思うんですけれども、このことについてまずお受け止めをお願いします。いや、まあ入ってきてくれることによってね、その先島庁舎自体がにぎわってくるし、そのことによって今空いてるテナントにもまた
こう応募が、希望者が、増えてくるでしょうから、これは非常に、いい形に、ね、なってきたなとこう思います。だから、まあ、我々ベイエリアで、万博だ IR だ、それからベイエリアを大阪の、ね、まあ、中心として、東京のお台場に負けない、ようにするということで、まあ、成長の核になるようなエリアにしたいということをずっと言い続けてきてね。だからそういう形で、民間の事業者の皆さんも、まあ、将来への投資を、ベイエリアでやろうじゃないかということが少しずつ広がってきたのかなとこう思ってます、うん、それを受けてですね、改めてその府庁舎としての利用を今後どうしていくかっていうので、うん、今後の方針として引き続き庁舎としてはやはり使っていきたいという考えなんでしょうか。それは一定期間は僕はベイエリアのがこうもう成長軌道に乗るまではね、やっぱりその現地に本部を構えておくというのは大切なことだとこう思ってるんで、まだベイエリアのこう再開発っていうのかな、ベイエリア活性化のための第一歩をね、まだ第一歩も踏み出せてないな、まだ、まあ、決まったわけじゃないから IR も万博もね、まあ、ちょっとこう10センチぐらい進んでねる時点でね、まあまあ、当面の間はやっぱり、拠点をあそこに置いとこうというふうには思ってます。以前はご自身が知事でおられる間は使い続けますというような趣旨のことをおっしゃってましたけど、うんうん、今もそういうお考えです。それはそうですよ、だって自分の権限はそれまでですから、違う知事がなってれば、移転してたんでしょう。だって今回、2年前の一昨年の選挙で僕じゃなかったら今もう先島調査はもうなくなってるんでしょ多分、うん、それはやっぱり自分が知事の間の話です。次、日経新聞の田村と申します。昨日関係連の松本会長が、うん、記者会見で関西の3空港の懇談会を再開させるという方針、意向を示されたんですけれども、それについてどのように受け止めていらっしゃるかということと、うん、あと3空港の役割分担について知事は改めて望ましい形みたいなものをどう考えていらっしゃるかというのをお伺いしたいです。僕は全く反対ではありません。ただね、神戸空港の、コンセッション運営が どうなるかまだ決まってないんで、それは運営会社がどこによるかね、いろんな考え方あるでしょ。だからもうよりやはりそういう会議あるんならね、より具体的にまあテーマが課題が出て解決策が提案できるようなね、そういうやっぱりこう顔合わせだけの会議では時間もったいないですからね。やっぱり具体的な議論をしようと思うなら、ね、やっぱり神戸空港の、運営管理者が決まってからの方がいいんじゃないかなと、空港運営会社がね決まってからの方がいいと思います。だからまあ三空港がどういうのがいいかというのは、まあ、これもだから運営会社がどういう形になるかと非常にリンクする話でね、ただ持ってる各空港が持ってるポテンシャルをね最大限発揮できるような形がいいんじゃないかなとこう思います。運営会社の意向が一番重要だという、それは運営会社同士がね違う会社でまた揉めるようなね話になれば、うん、もうこれ結局昔伊丹と関空がそれぞれ別で維持管理運営やってたと、で、伊丹は儲かってるからもう関空の話は一切知らないと、で関空は昔のね、国内線を関空に移してくれることでハブの役割ができるとかね、まあ、そんな話ばっかりしててね、とにかくこの地元議会でもね南と北で全く分かれてたんですよね。関空の皆さん、関空周辺の皆さんは伊丹が
もう関空ができる時点で伊丹から国内線も国際線も移すという約束だったじゃないかというわけ で南の、北の方のね、議員の皆さんはいや伊丹は黒字で、今すごく儲けてる空港だからで、まあ、都心部にあって便利だから伊丹にもっと、こう便数を増やすべきだとかね、まあ、そういう話をするわけ、うん、それはやっぱり維持管理運営が別々だったからでしょ。今は一緒になってるからこそね、まあこれ上手に伊丹と関空は住み分けできてるわけですよ、うん、だからここに神戸空港が入ることでね、全く維持管理運営がまた別のところになればね、関空便をまた神戸に移せだとか伊丹便を神戸に移せという話になると、これはもう地元の経済界も地元の、経済界もそういう、議会もまたこう地域対立を起こしますから、うん、まずは、まあ神戸空港がどこが維持管理運営するかということをはっきり決めた上でね、協議のテーブルは作った方がいいと思っています。ありがとうございます。他に、MBS です、うん、今朝一部の新聞報道で、大阪万博の会場について、うん、政府が原案を作っているということが分かったというふうな報道がある中で、まずこれについては松井知事の方にそういうその原案についての内容みたいなものの情報っていうのは入っていますでしょうか。それは素案は作ってますよ、当たり前じゃないですか、その素案が全て正しいかどうかは別ですよ、うん、ただこの間も経団連、榊原会長が視察に来たときに、僕がこの、今、まだ水溜まってる部分ね、これ、池に見えるけど、これ、順番に埋め立てていく、このエリアも、フロートとか物を浮かして使えるようにしますよという説明もしてるんだから、だから大体のそういう素案というものは、まあ、今、国において、国の事務方ですよね、経産省が。中心になって今まとめているというのはもう当たり前の話です、うん、まあいいんじゃないの、いろんな案が出て、うん、でその案が出て、いろんなまた意見もあるわけだから、そこでより良いものにこうバージョンアップしていけばいいんじゃないのかと思います。素案は最終的には決まってからね、これっていうものにやっていくわけだから、もちろんこう基本的な計画図面はこれは BI に出していきますよ、うん、まあ、先ほどいろんな案というふうにもおっしゃいましたけども、そういうことに関して、まあ、国に対して、大阪府から何かこう具体的な案を提案していくとか、まあ、もっとここをこういうふうにしたらどうかとかいうふうに積極的に働きかけていくってことは考えていますか。でそれやってますよ、我々も大阪でこういういろんな人からいろんなこうしたらどうっていうね案を、まあ、そういう提言も受けてるから、うん、だから国の事務局っていうのは経産省と大阪府と経済界が入って、誘致委員会をこう作ってるわけなんで、だから我々側で、こういうプランどうですかなんていうのは、いうのはきちっと伝えているつもりです。まあその素案の中にもありますけども、その浮島を使う計画というふうにありますけども、まあ、とりわけベイエリアなので、まあ、地震とかが起こるとその耐震性であったりする津波の心配というのは考えられるかと思うんですけども、こちらについて現状どういうふうにお考えですか。夢洲自体に津波の心配は今科学的にはそういう根拠に基づいてありません。というのは今の夢洲を囲っている護岸ね、あれは南海トラフ巨大地震で来る津波の高さは約5メーターと言われてますから、それ以上の護岸の高さが夢洲にはありますから、この地震での津波の夢洲自体に、津波が襲いかかると内部まで入ってくるということはほぼないと。まあ、それは想定を上回る20メーター、30メーターの津波来たら、これはダメですよ。でも、南海トラフ巨大地震での津波高というのは5メーターと言われてますから、それ以上の高い護岸が
あの設置されてますから、夢洲内部に津波がし、はい、あの侵入する恐れっていうのはないと思う。それからもう一つは、あのこれはあの、夢洲もそうですけども、あのベイエリア南港、あの今の、先島夢洲のあのベイエリアの、埋め立て地の地盤のテクニックというか 地盤については液状化現象を起こさないような、土木工事技術を、投入してあの地盤作ってるんで、南海トラフ巨大地震による液状化現象を心配される他のエリアよりあの埋め立て地の土木工事技術は高いと、いうことです。まあ原案の中では結構具体的なところまで書かれていたりして、例えばその入場料4800円とか、うん、なんかそういうふうなところまで結構細かく書かれていたりとかするんですけども、そういう例えばその入場料4800円っていうふうなあたりとか、あとはその、入場の入場券売上額は700億円だというふうに言われていたりとかする、そういった、まあ数値については、まあ、松井知事としてはどういうふうにお考えですか？いや、それはもうあの運営経費を入場料で賄うとしてるんで、それを3000万人でだいたい逆算したらそうなるんじゃないのというね。で、まあ、あの今の、そういうさまざまなそういうテーマパークの入場料を鑑みて、まあ、あくまでも、一回こう数字を置いてみようよという試算で4800円になってるんでね、うん、まあ、何のそういう大きな根拠に基づいた数字じゃないと思ってます。というか、そういう数値も今後もまあ変更はあり得るというふうに。それはあり得るでしょう。うん、まあ大体運営開催経費はね、そこで見るということになってますから、まあ3000万人ということであれば自然とね、こう大体入場料の設定というのは出てくると思うけど、うん、まあそれ以外にも中でもじゃあ、いろんなサービス受ける時の対価はどうなのとか、そういうものも計算してね、全体として、入場料を少し下げることによって中で消費してもらうものを引き上げようとか、まあ、そういう考え方もあるでしょうから、これからいろいろと議論の中でそういう話し合いの中で、入場料というのは設定されていくべきものかなと思ってます。あと最後に、まあ一部 その報道では、うん、まあ、今回そういうふうにその会場の広さを広げたということに関しては、うん、その BIE 側などから、うん、会場が狭いというふうに言われたというのがきっかけやというふうに書かれている話もあるんですけども、うん、実際 BIE に、まあ、何度か行かれた経験もある松井知事の耳に、うん、そういう話は入っていたりとかしますか？いや、BIE から狭いというより、これまでもね、夢洲を見た時に、あの中の今そういうまだ水が残ってる部分ね、あの部分をうまく使えないのというような指摘は、さまざまな専門家の皆さんからもありましたから、だからあの部分を日本の技術でうまく、まあ、まあフロート式の浮島を使うなりなんなりして使っていこうというのはこれまでもその議論してきましたよ、うん、橋爪先生あたりもよくそれ言ってたと思いますけどね。ありがとうございます。他に、よろしいでしょうか。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。それではただのに、政府に関するご質問をお願いします。いや、もう自民党の中でも二重国籍疑われた国会議員の皆さん、方はご自身で要は今現状において、国籍は一つになってますよということはきちっと証明されてるんでね、
ちょっと、まあ、蓮舫さんも、それはやっぱりそういうふうに疑われている限りはご自身で証明されるのはごく当たり前のことなのかなとこう思っています。これはもう政治家ですから公人としてね、やるべきだろうというふうには思いましたね、うん、ただあとはもうそれが故意なのか過失なのかはね、これはもう、これまでの、対応を見て一人一人が判断するしかないんじゃないですか。それは蓮舫さんはもう過失としか言えませんよ。こんなこれ故意やったらええことなんで、でもあとはそれが故意だったのかということは、故意だという人もいろんなその有識者とか学者というか、一部のそういうこう人たちの中でね、そういうのもあるわけですから、それの判断はもう国民の皆さん一人一人がするしかないなと僕はそう思いますけどね、うん、以前党としてですね、法律にしようという話で出されたと思うんですけど、うん、ここでは今後どういうふうにこれはもう、100本法案 の中で、国会議員で提案してると思うんで、それを、まあ、今廃案になってますけど、これをまた再度提案していくということになるんでしょうね。以前党の地方議員も含めて二重国籍の人がいないかっていうのを調べたいというようなことを伺いの時に発言してらっしゃいましたけれども、その辺っていうのは党としては今後もやっていく。まあそういうそれを隠してる人はこれはダメですよということ、それはもう党としてはそういう形で、まあ政治家である限りはきちっとね、報告をしてもらうようにしたいと思います。それは途中で国籍変えましたっていうのも、うん、いやそれは必要ないよ、うん、そんなん、いっぱいおるよ、知ってる人でも、うん、だから僕らの、まあ、政治家じゃないけどね、そういう仲間でも2世3世の人いてるし、政治家でも2世3世でなってる人はそれは別にいいんじゃないの。それはきちっと手続きが済ましてるわけだって、うん、要は今回一番問題だったのは違うと、もう早くに一切、その多重の二重ではありませんと言い続けてきたのに、こう二重なんじゃないのっていう疑惑が出たと。それともう一個はずっと私は二重ですって言ってきたのに途中で考え方が変わってるところ、だからどれが事実なのというところを政治家なんだから説明責任があったということでしょ、うん、これだからもう排他主義とか差別は全然関係ない話ですよ、これは、うん、だって全くの民間人がみんな戸籍を出すような話じゃないんだから、うん、だから今まで言ってきたことと違うでしょということを自分で証明する必要があるよね、政治家は。言ってきたことと大きく違えば、そのためにああいう処方を取られたということです。他にございますでしょうか、うん、井田大臣に関してなんですけども、うん、今回また隠蔽をしてたんじゃないかという話が出てますけれども、改めてその辺どうですか。何の隠蔽。育児でまあね、僕は基本的にはねもう前回都議選でのね、不規則発言の時点でね、もう、もう僕やったらもうあの時点でやめてるんで、うん、何をずっとやってるのかがちょっと分かりませんね、うん、で今回またなんか新たなものが出てきたとかね、うん、もうそれよりもね、まあいや、なんでずっと粘られてるのかがわからんわ、逆に。うん。網タイツと同様にわからんね、あれ。うん。党として、今後、稲田大臣の罷免であったりとかっていうのは、求めていくことはありますか、うん、もう罷免も何も、内閣改造されるわけでしょ。うん。
そのまま、まあ、残るということになればね、ちょっと資質の話をさせてもらわないかようになるよね、臨時国会になるけど、うん、うん、はい。さっき内閣改造という言葉があったんですけど、うん、前の仲間だった橋本さんの名前も時々出ているみたいなんですが、内閣改造の時にそういう名前が上がることについて、内閣同僚になっていや、もう本人はすごく迷惑なんじゃないですか。うん、だから、もう誰がね、一部、なんか、一部、与党幹部とかね、なんかそんな話になるけど、いやね、一部こう周辺とかね、誰が言うてんのかなと、もう不思議でしょうがないね。うん、まあ、ちょっと前に、まあ、プライベートで、全くプライベートよ、プライベートで終わってたけど、そういうの一切ないんで、だからこの件はもう僕も冗談でね、言わないようにしろ。だから前に確率は何パーセントですかとかね、日経新聞のインタビューで聞かれた時も、まあ、あれ普通ちょっと面白く言おうと思ったら2万パーセントないって言うけど、それ言えなかったもんね、もう0パーセントですって言っても、うん、だから0パーセントです、うん、だからまあそうしてこうなんかちょっと名前を出すことによってね、こう、視聴率上がるみたいなね、うん、そういうふうにメディアの皆さんも捉えてるのちゃうかなと思います。いや、もうそうは、もう何回もこう誰が言うてるんやなっていう話してるんでね、 0% やから、うん、他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは